もっと、日本のことが知りたかったらジャパニーズステーションを使ってください。もっと田舎だと思ってたんですけど、都会でびっくりしました。私は大好き。美味しいです。ベレ。もういろんなもの食べました。生酢ベレ。ベレ。揚げたやつ。ライベレ。どう思いました？いや、めっちゃ私、アメドラ、アメリカンドラマが大好きで、いろんな俳優さんいろんな俳優さんが出ていて、あ、この俳優さんいいなって思うと IMDB で調べて、以前どんなのに出てたんだろうとかっていうのをよく見てるんですよ、IMDB で。それに載ってるっていうのがもうすごいびっくりだし、いや、すごい今ちょっと興奮してます。嬉しい。なんかその日本、自分の国だけじゃなくて、はい、他の国の人にも楽しんでもらえるっていうのはすごいことだなと思うし、嬉しいなと思います。インドネシアのお客さんは熱々必ず聞かれる。緊張しちゃって、で、この白いコンタクトが入らないっていうことがあって、そこをその志浜さんと田中さん、ゆずきさんと3人でアドリブで繋いでるっていうところがありますね。彼が登場するべきタイミングで登場しなかったんです。だからもうカメラはずっと止めずに回してなきゃいけないので、実際リアルにアドリブで繋ぎました。そうですね、主役の、監督役の方がですね、37分ワンカットを撮り終わって、その、まあ、プレッシャーなりからちょっと解放されて、お酒を普段より多く飲んでしまった時に、映画内だったら、その彼が酔っ払いのおじさんを解放するっていう風になってるんですけど、実際は逆でおじさんが彼を解放したっていう話が、まあ、僕たちの中では一番面白い話です。上映ですか？映画祭で、まあ、60カットぐらい。悪党したいっていうのは子供の頃から漠然とふわっと希望はあったんですけど、映画っていうふうに思ったのはこの3年です。それまではずっと舞台で活動してたので、うん、その映画は好きですね。子供の頃、そのスター・ウォーズだとかターミネーターとかバック・トゥ・ザ・フューチャーみたいな、そういうアメリカのハリウッドのやつを見て好きではあったんですけど、別にその芝居をしたいっていうのは、20歳過ぎからですね。
バイト、アルバイトでエキストラをし始めてからっていう感じで、すごい苦労した。私44歳なんで、結構いろんなこと経験してるんですけど結婚もしたし、離婚もしたし、離婚のショックで半年間引きこもりだったりとか、いろいろやってますねその経験は全てお芝居に活かせると思ってるので、全然今は全く落ちてくる。私は田舎で生まれて育ったんですけど、まず田舎にいるとこういう芸能関係をやってると、まず上の人から何やってるんだ、こんなことやってもしょうがないって言われるのが一番しんどかったんですし、15歳からやってるんですけど、そのやっぱ15歳ぐらいからやってると、もう20歳ぐらいには売れて、もうシールとかいっぱいどんどん出てる子たちがいて、一緒頑張ってるけどなかなかチャンスがつかめないの中で、こう自分その中で頑張るっていうのが辛かったというか、しんどかったかなと思うんですけど、やっぱり諦めずに続けるっていうのがすごい大事だったなと今思います。インドネシアの映画に出たいね。緊張してるミルニシャーMe too. Me too. 見た人に、見た人にね、俺のやつ。Yeah. もう本当に心の底からもう大きな大きな釣りまかし。もう本当見ていただいただけでもうすごい感謝ですし、インドネシアで上映してくれてるっていうこともすごい感謝してるんですけど、本当まあもう。少しよかったら周りにももっともっと広げてもらって、その輪を大きくしてもらえたらなとは思いますね。本当に映画を見てくださってありがとうございます。